ただいま。え、治ったくない？何もしてないんだけど。治った。なんか突如現れたよね、さっきのなんか黒い影みたいなのさ、なんか突如現れてなかった？なんか治ったくない？ほら、ズババズババ。どう、いけてる？え、ライト暗い？やっぱさ、こうやっても持つしかないか。ちょっと待って、事故らないように祈ってて、やっぱこうか。ちょっと待って、なんかめっちゃ暗くなってたわ。ひらがなたっくん、こんばんは。ハート流れ星ありがとうございます。こんなでどう？暗い？明るい？これがデフォ？どうですか？さっきより良くなった。じゃあいっか、じゃあいっか。シンクレアさん、こんばんは。今日あれ、今日あれだったんです。帰り途中、帰り道に猫ちゃんに会いました。猫ちゃん、ちょっとみんな見て、これじゃないよ。あ、間違えた、違う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 、これじゃなくて違くて、見て、じゃじゃーん、猫ちゃん、猫ちゃん、私の足元に寄ってきた猫ちゃん。最初なんか違うところにいてってやったら来た。ゴンタちゃん、かわいい。そしてちょっと待って、もうね、とっておきがあるの。見て、おデブ、おデブちん。見てこれ、すごいでしょ。本当に可愛い。え、でしょ。なんか最初普通にさっきみたいになんかこう座ってたんだけど、なでなで してたらゴローンってなってこんなになっちゃったんだけど、もうすごくない？ちょっとさ、ねえ、ちょっと太りすぎじゃないと思ったけど、うん、もちもちぷよぷよ、かわいいっしょ、たまらないでしょ。
ね、ゴンタちゃん、おでぶちん、とかやってたらね、草食べてましたうん、ゴロゴロ言ってた。いやもう2年以上の付き合いなんでね、このことは。トキさん、こんばんは。草食べてましたね、毛づくろいして草食べてましたね。うん、猫ちゃん草食べますからね。 BBM188 さん、こんばんは。そう、あの草を食べないと毛玉が出せないみたい。だから草食べて毛玉出すんですよ。まさにゴンタって感じでしょ。このふてぶてしさとこの貫禄のある体型、そこからゴンタって名前が来てるんですよね。っていう可愛いゴンタちゃん。え、出会いのきっかけは普通に外にいただけなの。ゴンタちゃんが、この猫ちゃんが外にいて、最初野良猫だと思ってて、あ、野良猫だと思っていたんだけど、ずっといつも決まったところにいるの。なんかお家のなんか花壇というかさ、なんかちょ庭まで行かないんだけど、なんかあのそれはお花とか植えられるみたいなところの石段の上みたいなところにいつもいて、で、あ、飼い猫なのかって思ってたんだけど、それにしてはちょっと自由すぎるっていう。そこにいない時もあるし、でも多分餌はそこでもらってるのよ。そうだから餌をくれるところはそこなんだけど、どうやら飼われてるわけではないようなの。だから多分地域猫、もともと地域猫で、住み着いてる的な。あの耳もね、桜耳なのよ。そうで、まあ会うたびに、てかもう最初の方とかもさ、なんかこう別に近寄っても全然ピュって逃げたりしなかったんだけど、だんだんこう、まあ私もここに住んでる期間が長くなってきて、こうやってしゃがんだりとか、私がこう立って歩いてて帰ってて、でこう見つけて、ちょっと離れたところにこうやってマーがしゃがむと、こうやって来るのよ、スタタタタタって。ヘモチスターさん、流れ星ありがとうございます。そう、それでスタタタって来るので、こうやって座るのよ、私のところに。そうで、最近はお腹をこうやってゴロンってさっきみたいに見せてくれるようになって、私めっちゃ引っ越したいんだけど、唯一心残りはゴンタちゃんに会えなくなることが本当に寂しくて、引っ越したいけど引っ越したくないなっていうのはそこですね。そこだけ。以上。そう、本当の名前は何なのか分かんないんだけど、ゴンタちゃん、ゴンちゃんって呼んでる。え、でも本人にというか、猫ちゃんに向かってゴンタとは呼んだことないの。勝手に家でゴンタって呼んでるだけで。そう、なんか全然ゴンタって呼ばれてるの気づいてないと思うけどそう、地域猫、近く近所にねいるんです、猫ちゃんが。そう、ゴンタちゃん、ほんとかわいい。大チュキですね。いろんな名前ありそうだよね。そう、私はゴンタって呼んでるけど、ゴンちゃん。猫派ですけど、犬とかもきっと飼ったら犬もかわいいってなるんだろうな。私さ、パパの方のいとこ、パパの妹の娘、4個上なんだけど、私の。ジャイアンさん、こんばんは、初見さん、ありがとうございます。そう、パパの方のいとこで4歳上のいとこがいて、そこのいとこのお家がトイプーを飼ってるのね。
トイプー飼ってるんだけど、すっごく荒い子だったのよ。もうあのペットショップで見つけた子だから、ペットショップからお迎えした子だから、もうほんと最初こんなんだったんだけど、まあ吠える、トイレは覚えない、噛むみたいな、もう私の一番苦手な感じの犬。アレルギー、猫はアレルギー、そうだけど、あの猫触った手で顔とか触んなかったらとりあえず大丈夫って感じ。猫同士で喧嘩してて、俺見つけると寄ってきて喧嘩相手をそういう風に言わんばかりに見つめてる猫、かわいいそうで、まあ多分ね、しつけが全然なってないのね、なってなかったので、今多分6歳とか7歳とかなんだけど、その犬、あのやっと最近触れるようになったの。2年前ぐらいかの、お正月ぐらいの時に、もうだいぶ前から飼ってるんだけど、2年前くらいのお正月の時、年明けぐらいの時に、あのお家に行って、うわーとか思ってたんだけど、なんかさ、まあでもまだちょっとこう暴れてるんだよ、暴れてるんだけど、まあおトイレはさすがに覚えてるし、まあ噛んだりとかもしてこなくなって、こっちがこうじっとしてたらこうなんかちょっと寄ってきたりとかするようになって、そう、家族にもおとなしくない、ちょっとアポなんですよね、きっとちょっと アポちゃんなんですよね。そうなんですけど、そう、それがすごく怖くって、嫌いとかじゃないの、怖いの、そう、怖くってうえってなってて、だからトイプーちょっと苦手だったのね。そうなんだけど、なんかまあ可愛いなって思ったし、なんかいろんな人が結構周りトイプー飼ってて、あのおとなしいトイプーもいるんだなっていうの最近すごい思うかな。そう、可愛いよね、唐揚げみたいだなって思っていつも見てる。私トイプー飼ったら唐揚げちゃんにしたいんだよね、名前唐揚げってしたい。なんか本当はティーカップがいいんだけど、でもティーカップになるかどうかってわからないんでしょ、あれティーカッププードルとして売ってるのってないらしいね。ザンギってちょっとなんか可愛くないけど唐揚げがいい、唐揚げくん確かに、うん、うん、頭いい子いるよね。そう、なんかあの基本さ、猫ちゃんもワンちゃんもさ、肉球が黒だと結構賢い子が多いっていうよね。真っ黒トイプーも可愛いけどね、あの本当に茶色のノーマルトイプーも可愛いなっていう感じがしますけれども、そうそう、猫ちゃんがね本当はいいけど、私アレルギーだからお家にお迎えするのはもしかしたらできないかもなと思って、まあワンちゃんがいいかな、飼うならね。お家から出られなくなるよねきっとね、可愛すぎてね。そう、肉球がね黒だと賢いって言われてる。ちなみになんですけど、ちなみになんですけど、私のおばあちゃんのお家で飼ってた黒猫ちゃんも肉球黒で、ゴンタちゃんも黒でした。賢猫ちゃん、お利口ですね。猫アレルギーもスギ花粉とかみたく少しずつ慣らして治すことできない。でもね、慣れはすると思う。そう、慣れはすると思うよ。あの私も別におばあちゃん家に泊まりに行ったりとかしてたからさ、昔猫ちゃんいる時に、その時はね全然大丈夫だったんだよね。そう、まあ多少鼻がムズムズしたりとかしてたのかもしれないけど、そんなになんかこう目に見えてあれれみたいな症状とかはね特になく、
という感じでしたので、今期遅れるらしいよ。何？実家のトラちゃんオス猫、肉球黒いけど蝶がつくほどのアポいや猫ちゃんのアポちゃんは可愛いなと思うんだよね。あの吠えられると怖いのよ。猫って吠えないじゃない、だからいいんだよね。もうちょっと噛まれたりするとねあれだけどね、まあ可愛いね。ひいき目ですねこれ。多分でも犬飼ったらね、飼ったできっと私もうメロメロになるタイプ。動物好きだから基本的に。あーアレルギー幻覚終わると一気に発症するので、それまでは興味深い。じゃああの時がダメだったのかな。あーオットアイね、そうシャーっていうくらいフーっていう、かわいい。おこちゃんしっぽ短いのと長いのどっちが、え猫ちゃんってこと？あんまり気にしたことないけど、慣れてるはずの場所でやばい猫あるあるだね、かわいいね。私が威嚇したらもうフフなんてそんなかわいいもんじゃないよ。みーさんこんばんは。私ねなんかね目がクリーンってしてる猫ちゃんが好きかも。それかもうあのゴンちゃんみたいな感じで、もう超ふてぶてしい感じ。超ふてぶてしい感じか、もうキュルキュルのお目面とかの方が好きかも。なんかねシュッとした猫ちゃんはあんまり可愛いと思わないんだよね。あのすごいいるじゃん、 毛足が短くてさ、すごいなんかこうシュッてしてる猫いるじゃん、スタイリッシュな猫ちゃんいるじゃんそうそう、尻尾短い猫ってどんな猫ちゃんなんだろう。黒猫いいよ、本当にいいよ。人に泣く時しかニャーって言わないの猫って。え私さゴンちゃんの鳴き声さ今まで一回も聞いたことないの。人だと思われてないってことえどういうこと。えもうちっちゃい声とかでもニャーとか言ってんの聞いたことないの。え、どう思う？あ、スコティッシュ大好き。え、ガチで一個も一回も聞いたことないの。ニャンとかニャーとか言ってんのマジで一回も聞いたことない。ゴンちゃんの声聞いたことないの。いつもぐる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 って言ってるんだけど、もしかして人と認識されてないってこと？猫だと思う。でっかい猫に見えてんのかな。マジ？それはそれでいっか。そうゴンちゃんって泣かないよねってママとずっと話してるんだけど、ねえ友達だと思ってんのかな。それはそれでいっか。あ、鍵しっぽねあるよね。私の飼ってた猫ちゃんはシュッて長い猫ちゃんだったよ。ママもゴンタイ生だったことあるあるあるよ。なんだっけ、うちに来た時とか、そううちに来てあの電車で移動してとかの時は駅から帰らないといけないから、そういう時に会ったりとかしてた。
まあでもほらいるかいないかがさわからないからさ、いる時もあるしいない時もあるし、なんかママ例えば1週間いたとして、前半2日間前半っていうか最初の2日間はいるけど、そっからずっといないとか全然 あるから、ママにも懐いてた。まあまあかな、まあまあって感じ。拓三さんこんばんは。そう、まあまあ懐いてたかな。なんか友達とかが来て、あの友達にも話したことあるのよ。あの近く、家の近くにあの地域猫ちゃんみたいな猫ちゃんがいて、いる時といない時があるんだけどって話を前々からしてて、うちに来た時にいたのよ。したらあの一個も懐かないっていう一個も懐かない。うん、びっくりした。こんなことあるみたいな。なんか私のところには来るんだけど、友達が触ろうとしてもあの私のところにずっと来ちゃうみたいな感じで、そう、あかわいいよね。あー、種類まではかん、まあ、雑種とかなのかな。そしたらね、そう、かわいかった。そんなところもかわいいんですよ。そう、癒されるよね。そう、私今動物飼えないからさ、こういうかわいいふわふわちゃんでちょっと緩和ぬいぐるみってぬくもりがあるからいいよね。そう、どう飼ってる違う、自分のあったかさであったかくなってくるからいいだんだんずっと冷たくはないじゃん。布団で、違うんだよ、ダメなんだよ、この子を包み込んでくれるこの感じ。買える物件って家賃比較的高い。まあちょっとぐらいじゃない。猫に懐かれやすいタイプは相手に合わせられるタイプらしいって。私やん、私やん。なんかさ、まあさ、ここさ最近さ首のとこねめっちゃ汗もっぽくなっちゃってね、すごいさ荒れてんのよ、この辺とか。ちょっと見えないけどこの辺とかね痒くて、さなんかさここ跡になっちゃっててさ、今なんかすごい気まずいよねここ誰かに言われる前に言おうって思ってたんだけど、めっちゃ気まずいよね。全然触れちゃいけないやつとかじゃないからね。でさ友達に言われたのは、どうしたのここって言われて、大丈夫とか言われて、何がとか言って言ったらめっちゃ跡になってるやんと思って、いやいやいや、そんな分かりやすいことしないって、中学生じゃないんだから大人大人。うん、そうなの、なんかもう痒くはないんだけど、そう、あとだからね、こことかもなってんのよね、この辺、このやっぱなんてこうさこもるところ、かゆいんだよねこの首のとこが。大人でもやる人やる、やだな、そういう人やだなやだな、何してんのいい年してってなるかも。うん、しかもこんな見えるとこ嫌かも。そう、なんかあの汗物跡なんで気にしないでください。そう、痒いのよこの辺が、もうずっとなんかねブツブツするとかじゃないんだけど、しかもなんかさここ以外なってないのが嫌だよね。ここら辺とかもなってんのに見えないからさ、鏡とかでこうやって後ろからね、前に鏡があって後ろからこう合わせ鏡でこうやって見ると見えるんだけど、
すごいね、かゆい。薬塗らなきゃと思うんだけどさ、こうやって髪の毛があるとさ、これなんかベタベタして嫌だなとか思って塗らないとね、なかなか治らないんだよね。ね、早く治さなきゃ。トッシンさんこんばんは。見せつける系の人もいるけど、せめて見えないところにしろって。ほんとだよね、独占欲が勝って。やだわそんなの。無比とかじゃないんだよね。そう、発汗量多かったのか、あとなんかあのさ、なんていうの、あの蒸し暑いみたいなのがずっと続いてたってのも良くなかったかも。なんかあのあれとか、なんかほらすっごい暑くてもダラダラ汗かくとかだとあれだけどさ、なんかこうずっとじんわり汗かいてるみたいな状態とかすごい続いてて、夏とか夏中。そうだから冬とかになればさすがにね平気になると思うけど、なんか今年すごい肌の調子が悪くてやだなっていう感じ。かゆくはねないのよもう。シュイさんこんばんはって。そう、薬ね、でももらったからね、それ塗ってみる、ステロイドのやつ。そう、この辺とかもね。そう、私はそんな人は選ばないから大丈夫だよ、みんな安心してよ。やばいでしょ、こんだけ相手いないって言ってて、こんなとこにこんな人だらやばいでしょ、うん、気づいて欲しがりやんっていうね。そんなんするなら言えばいいのにって思っちゃうな、自分だったら。塗らなきゃ。ステロイドとなんかあれ、ヘパリン類似物質のお薬が出てる。匂わせはねちょっとやだな、匂わせ結構くだらないなと思っちゃうんで私は。なんかそういう匂わせはね、いるって言っても信じない。逆にね。そうそう、ところで中井さんママ、そう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 なの。そう、昨日さ夜さ配信でさ、もうほんと終わる直前になんかコメントもらって、でもここで拾ったらめっちゃ長くなると思ってあえて拾わなかったんだけど、そうなのよ、ごめんね、なんか無視したみたいになっちゃって。そう、すごいよね、ヒルドイドとステロイドが私の友達一緒。私もそう。そうね、皮膚疾患まで似てきたもしかして。やばいやばいよそれも。そう、安定期に入ってって言ってました、言ってましたね。調べたらね、安定期はね、あの5ヶ月に入った頃からを指すみたいですよ。そう、おめでたいよね。それは嬉しいけど、お薬をそれは嬉しい。本当だよね。ねえ、これ切ろっかね、この値札みたいなの邪魔だね。パッチンしました、でかすぎる。そう、配信のコメントで最初知って、で終わったら
配信終わってあのツイッター見たら出てたから、それでいろいろ見たよって感じ。あ、夢はいつまでも覚めない。今急に思い出しちゃった。ジジマリしてるよ、ママオーバードライブ。ママがめっちゃ好きで、そう、何回か聞いたこと。あと有名なの何？ジュディマリで有名なの何ですか？あー、あー待って、そばかすクジラ。てて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 、これ何？テレレテレレレレレレテレレ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 レ、セミの更新が道を塞ぐの、誰よりも大切なもの、手を繋ごう、柔らかい風が吹く、少しだけ優しくなって、夕暮れにも早く気づくってやつ。そばかすってどんなんだっけな、絶対わかる。あー、大嫌いだったそばかすちょっと食べる一つ、ちょっと音程わかんない。急に2番サビが分かんない。あー忘れた。そう、高いんだよねこれ。あー、思い出はいつも綺麗だけど、それだけじゃお腹がすくわ、本当は切ない夜なのに、だけだけどだけ、どうしてかしら、あの人の笑顔も思い出せないの。わあわかんない、クラシックわかんないか。ママが歌ってやってるの聞いたことある気がするけど、ママの方が詳しい。全然なあ、分かんないなね。オーバードライブいいよね、可愛いよね声が、本当に可愛い可愛い。次の実家からママに授乳関係ない、まあ全然。クジラ12号はどうなった？あー、わからんかもしれん、わからんかもしれん。ちょい待ってよ。
YouTube こちら。違う。なんか反応が悪いな。イライラさすな。本当に。多分ね、聞いたらわかるのよ。文字じゃ思い出せない。聞いたことあるわ。あ、分かった分かった分かった、聞いたことあるわ。これね、クジラ12号。撮影の前とかに音楽聴いてるシャツある瞬間あったし、そんな、私そんな一丁前のあれじゃないんでねそんな音楽聴く余裕なんてないよ、そんな撮影の時に。クラシック。はいはいはい。あ、ちょっと待って。サビ行ってよ、早く。
はい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 、わかるよ。聞いたことあんのよこれ。アイドル時代とかはメイクしながら流してると結構、うん、イヤホンで聞いてたりとかしてる人はいたけど、あとは動画見たりとかしてる人いたよね、普通に映画とか。そう、え、そう、私もねマジ昭和生まれって言われるよ。もう親世代の曲、あぶね、曲の方が知ってますね。今の曲より、今の曲はね何言ってるかわからない曲が多くて聞く気にならんマジで。なんかあの歌詞にちゃんと意味があるというか、まあ、意味はあるんだろうけど、なんかあの聞いて歌って、あーちゃんとこういう気持ちになるなみたいな、そう、聞いてる方もこういう気持ちになるなみたいなのとか、なんかあーこのなんかね歌の中に出てくる登場人物はこういう気持ちなのかなとか、そう、なんかあのそういう曲の方が好きです。うん、そう、最近の曲はリズムを楽しむのが、そうだから歌詞とか覚える気にならないし、そう、そうなの。なんかそういう曲は別に普段聴こうとは思わないんだよね。なんか誰のどの曲がとかそういうことじゃなくて、最近の流行りの傾向的にそういうことって感じ。めぐみのさんこんばんは。そうだからなんか、無難なラブソングとかが一番好きですね私は。そう、アイドルソングとかもあんまり聞かないしって感じかな。うん、アイドルソングはまあアイドルやってたから、まあやったことあるやつはなんとなく歌えたりとか、なんか活動してる中でこの曲いいなって思ったようなやつとかを練習したりとかして歌えるっていうくらいで、別に普段聴くかって言われたら別に聴かないしっていう感じだからそう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 、 TikTok きっかけで聴いてみてもリズムについていけないんだ。そう、うん、なんか昔から聴いてるなんか無難なラブソングとかの方が好きかな。あ、本楽聴くようになって歌詞が染みる、うんうんうん、そう、だから本当にもう平成初期とかに流行ったような曲とか好きですよ。そう、ファンサーとかはもうあのこの配信のために覚えただけだから、そう、もともと知ってたわけじゃない全然。アニメとかドラマの主題歌でいいのが結構、ああだからそういうので好きだなって思ってたのはロードオブメジャーの心得とかめっちゃ好き。あのアニメメジャーの主題歌だったんだけど、描いた夢とここにある今二つの景色見比べてもってやつ、形を変えてここにあるのは確かな一つの過ぎゆく春をみたいなやつ、惜しみながらもだっけ。メジャー見てたわ、もうパパが見てて、イナゴライダーは聞いたことあんのかな、ないかもあんま。そう、メジャーさ、なんかいつかのエンディングかなんかを知り合いが歌っててそれで見てたんだけど、パパもねもともと野球やってたから
そう、それでパパはまあ多分メジャーとか好きで、そっから見始め、まあしっかり見てたわけじゃないんだけど、たまに見たりとかして、でさらにそのエンディングかなんかが決まって余計見てみたいな感じだった。そう、ドラマきっかけで好きになったんで、そうね、サマータイムシンデレラね、一昨年のね、夏の月9。野球漫画とかは別にかな。あー、タイツとエヴァンゲリオン、はい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 、有名だよね。ちょっと待って、これ違う、何期だ、何のあれだったんだろう、ちょっと全然詳しくない。なんてやつだったっけな。曲名忘れた。これいつのあれだったんだろう。第4シーズンのエンディング、創世のアクエリオンやった。うわ、どんな曲だったっけ。てて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 、だ、やったやった。ハーモニーが超気持ちいいんだよねこれ。コキンさんこんばんは、ハートありがとうございます。あのホルンは全然ハモリでしたけどね、下ハモでしたけどね。そう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 、そう、メジャーの第4シーズンのエンディングテーマ、あの大黒摩季さんとのやつだねこれ。懐かしい。しかもこれ曲の中にあのアニメのね主人公重野五郎の声も入ってんの、すごくない？すごいよね。メジャーに行ったあたりで読むのやめちゃった。え、わかんない。そう、雨のち虹色、そう、マーボね全然詳しくないから、その辺しか見てないし、なんか断片的にしか見てないから全然詳しくないけど、大事な人を失って初めて気がつくのはなぜだろう、てて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 、いつも自分のことばかりで。トキさんアイスありがとう。バンフィさんこんばんは。いつの間にか息子の話なるほどね、息子の話になったんだ途中で。私も全然
お父さんがデッドボール食らって亡くなったことくらいしか知らないんだけど、そうなんかね、それが後々みたいな感じで。リリーさんかな、こんばんは、初見さん。そうそうらしい。なんか顎が荒れてるね、なんかプツプツしてる気がする。五郎の息子の話だったのマジ。そんなに見た目わかんなかった。いやね、プツプツしちゃった。いい曲だよ。そうで、そのあのあれだから、その今言ったエンディングを歌ってた人たちの中の一人がパパと知り合い でパパが路上ライブしてる時に出会って仲良くなって、で私生まれてからとかも その人たち福井の出身の人たちなんだけど、福井に遊びに行ったりして、お家に遊びに行ったりして、そうっていう感じの流れなの。そう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 、すごいよね。そう、それで遊びに行ったりして、で私は結構ライブに行く機会が多くて、ちっちゃい時から。そう、ザ・ルーズ・ドッグスって、そうそう、その人たち他に人あんのかな、わかんないけど、そう、あの私のちっちゃい時の写真とか、その中の一人が撮ってくれたりとかしてるのも何枚かあったりとかするんだよ。超可愛がってくれてたの。そうで、それでそのルーズって呼んでたんだけど、ルーズが新潟に来た時にちょうどそこに友人もいてっていう流れです。そう、友人もいて、で裏口でルーズと話してたら帰ってきてって。そうだからね、ルーズはねもうだいぶ前にね解散というかね、活動休止みたいな、解散なのかあれは、どうだったっけね、解散しちゃって、もう私がね小学生の時とかにはもう解散してて、最後のラストライブも福井まで行ったの3人で。そう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 、だから福井にも何回か行ったことあるしっていう感じなの。それ以来多分行ってないから、福井、うちほんとすごいよね、おもろいよね、めちゃくちゃふっかるだと思う。そう、あ、そうそう、しょぼい顔すんだよベイベー、そう、しょぼい顔すんだよベイベー、しょぼい顔すんだよベイベー、きっと素晴らしい未来が待ってる、トゥ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 、懐かしい、家庭持ってからも追っかけ、うん、っていうかマウが生まれる前は多分パパが自分で歌ってる側で、その時は全然ライブとか行ってなかったけど、私が生まれてっていう感じだったんだと思う。多分もうね、その時にはルーズがデビューするの決まってて、で今度ライブやるんで見に来てくださいって言われたらしく、その時はまだ私お腹の中にいて、で生まれて行ってみたいな感じだったみたいよ。にょかさんこんばんは。そうだから昔は私がそのキッズモデルとか始める前とかはもう全然ライブとか行きまくってたしにょかさんマリありがとうございます。そうだし、あの思いつきで仙台に飛んだこともあるしにょかさんハートありがとう。そう、前日全然どこだったっけな、全然違うところでライブ見てて、で明日仙台ですみたいな、そこに出てる人たちがみんな仙台ですとか言って、楽しみとか言ってて、でうちも次の日予定なくて、仙台か行っちゃうってなって弾丸仙台怖すぎる本当に怖すぎる。
うん、でも2001年とかにデビューしてるはず。ルーズってどうなってんの。エイベだったんだよね。2001年から2010年だから、そうだね。ルズ知り合いだよ。そうそう、一回、そう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 、なんか新潟だったんかな、それこそ新潟かどっかで見てて、一回家帰って、うーん行くかってなって行ったみたいなそうそう。あ、嬉しい、アーティストさんと曲が一致したって嬉しい。そうだから最近は全然もうなんかルーズとしては活動してないけど、4人いてその中の2人がね、なんか一緒に音楽活動とかやったりとかしてるみたいで、全然会ってないけど。そうっていう感じ。そう、うちが見てていいなって思ってってた人たちほとんど解散とかしちゃってるから。もう郵便にしろ日向にしろラフベにしろ一時はメジャーと契約、そうそうそう、ほんとそうだよ。そう、高橋さんがお友達ルーズ、みんなだよ。ケンジケンジ呼びそう、ケンジ、一平ちゃん、ボーカル一平ちゃん、ドラムケンジ、これギターかな、てかベース、ベースが古市くんっていう人で、リーダーがエレキとかやってた。みんなお友達だけど特に仲良かったのはケンジ、高橋さんです。たまたま名字一緒ってだけだけど、うん、そう、私がマジでもう1歳とかの時から知ってると思う。1歳前か1歳かぐらいの時から全然知ってる。名字一緒に仲良くなった、いやたまたまだと思う、偶然。まあめっちゃいるからね高橋ってめちゃくちゃいるからね高橋さんってね、世の中に。そうそうそう、そんな感じです。そう、仙台行ったり、それこそそうね、島根行ったりとか、福井行ってみたりとかで、それで自分もキッズモデルとか始めちゃって、でもねそん時は行ってたのかな、始める前よりは減ってたのかな、頻度が。さすがにそう、それでまあそう、だからあのその活動とちょうどいいタイミングでライブがあれば、1日目そういうなんか1日目2日目とかファッションショーとかのやつやって、とかあの撮影会とか行って。で2日目ライブ見てとか全然あったし、そうじゃなくても1日目ライブ行って2日目ディズニー行ってとか、親がすごいなと思う今考えると。今私がそんなことやってくださいって言ったら絶対できないから、親がすごいなと思う。元気すぎる、怖い、体力お化けすぎ。シャインマスカットさんこんばんは。すごいよね、アクティブな親だわ。お刺身さんこんばんは。そうだから楽しい記憶がいっぱいある。そう楽しい思い出だらけ。
そうてかなんか私ほらまあ活動をさ普通にあのアイドル活動してる時もさお仕事で関東とか来させてもらうこと結構多くてさ、それより前にもさ親にさたくさんあの関東とかまあ東京とか連れてきてもらう機会が多くって、お刺身さんいいねありがとう、そう多かったから、なんかある意味その東京に対する恐怖心みたいなのとかは全くなく、そうもう楽しいところだって分かってるし、そういろんなことがさなんていうの、いろんな場所もあればね、いろんな楽しいことがあるっていうのがもう分かりきった状態だったから、そうなんかあのやっぱり地元であの関東出ないで地元に残ってる子とかになんで関東に出るっていうその上京するっていう選択肢にならなかったっていうかさ、なんでこっちに残ることにしたのって聞くと、やっぱり生き慣れてなくて怖いっていうのを結構聞くのよ。あなるほどねって思って、そうだからやっぱ行ったことがあんまりないってなるとさ、やっぱもう知らないところじゃん、でもしょうがないと思うんだけどそれって、そうだからなんかあれだけど、私はもうそういう意識が全くないことだったから、全くない状態だったから、シャインマスカットさんハートありがとうございます。そうだからもうかなり小さい時から大きくなったら関東に出るって決めてたし、そう絶対に東京に来るんだっていうのはもう決めてたから、逆に出るっていう選択肢以外なかったって感じかな。一回はまあ帰るか帰らないかまあまあその後のっていうあれとして、そう一回はこっちで生活するっていうのはもう結構固く決めてたから、そうそんな感じでございましたっていう。その時はね東京に住んだらライブもめっちゃ見れるしとか思ってたけど、なんかみんな全然今東京にあんまいないっていうそうだからまあしょうがないけど、東京にいなかったりもうやってなかったりとかもねするからあれだけども、結局新潟めっちゃ帰ってるっていうね本当にそうなの、そうなの、みんなの方が地元戻っちゃったりとかしてんのよ頼むから関東でやってくださいって思うけど、そうだしあのまあやっぱりほらなんて言うんだろう、もう距離が遠くて諦めてっていうのが多かったから、やっぱそのまあ特にモデルちゃんとかやってる時はさ、やっぱりどうしてもやっぱ関東勢が強いんだよね。交通費もかからないしさ、そっちに住んでればやっぱ芸能事務所とかもさこういうとこにしかないしさ、都会の方にしかないしさ、スカウトさんとかもこっちにしかいないしさ、そうだしね、やっぱそのじゃあ撮影会やりますとかなんかモデルのレッスンやりますとかってなっても絶対東京だから、もうさすがにそういうのまでやってたらもう通いきれないってなって、もうそういうのを諦めたりとかっていうのが何回もあって、もう非常に悔しい思いをねしてたんですよ、子供なりにね。あ新潟に住んでるからできないんだって思ってて、まあでもそれでもね親はさすごいそれでも頑張ってやってくれてたっていうのは分かってるんだけど、そうでもやっぱりねその住んでる場所で諦めてきたこともやっぱり少なくなかったから、そうっていう感じでしたね私は、やっぱりねどう考えてもチャンスの量が全然違うくて、そうそうそう、今はときめく女優さんとかも東京に遊びに来た折にスカウトされたって人、そう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 多い多い。今はねあんまりいないかもしれないけどね、芸能のあれとかはね、昔はね原宿の竹下通りとかすごかったし、
普通に渋谷とかさ、ねえ、そっちの方とか全然スカウトさんみたいな人いっぱいいたけど、今はね、なんかまあ時代が変わったあれなのか、もうキャッチみたいなのしかいなくてね、まあ今さ年齢も年齢だからさ、そういうスカウトはあんまりね、もうほら見込みがありそうっていう年齢でもないからさ、別に。そうだからまああれかもしれないけど、だんだん減ってったねって感じ。そうなんですよ。そうだから、まあ、ある意味良かったけどね、うん、って思うね。禁止なのかな、分かんない、その辺はちょっとあんまり詳しくないから分かんないんだけど、まあでもそうそう、昔はそういうのがあったからさ。昔あのディズニーのエントランス前で、今も売ってるか、お土産ちょっと売ってて、そうそこにママとパパと行ったら、そこでスカウトされたりとかもあって、こんなとこもいるんだと思ってびっくりしたんだけど、そうそう、結局ねどこも受けなかったな。やっぱり受けなかったっていうか、受けてもアイドルやってみたらとかしか言われなかったし。そう、桃太郎さんこんばんは。そうとか、あとやっぱ住まなきゃいけない、こっちに住まないといけないっていうのがもう条件で、そう小学生とかだったかな、多分中学生はねもう活動してるから、そう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 、小学校とかじゃないかな、結構大手だったけど、だからそこ受けてたら違ったのかなとか言ってママ言ってたけど。しがきさん HP ありがとうございます。そうそうそう、桃太郎さん流れ星ありがとうございます。うん、モデルさんだったのかな、わかんない、その時はどういうあれでし、なんかスカウトされたのかわかんないけど。しがきさんハートありがとうございます。受けてたら長野めいちゃんポジだったかな。それはない、それはないよそれはないよ。うん、ABEX は、ね、受けたことあるかな。 ABEX でアイドルやったらって言われたんだよね。そう、いやちょっとアイドルはいいですって言って断ったけど。スパガとか、あそう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 、とかあれとかスターダストとかも言われたことある。スターダストなんてめちゃくちゃ大手だからね。そうあるけども、そこも結局連絡しなかったな。そうやっぱね、引っ越せないよねってなってやめちゃった。何回引っ越そうよって言ったことがそう、そうスターダストは別にでもアイドルとかじゃなかったのかな、わかんないけど。そうでもそうなんですよ、スターだね、受けとけばよかったね。あ、やけるさんこんばんは。なんか乳児って書いてあるそう、そんな感じだったかな。もうちょい生まれるのが遅かったら韓流アイドルのオーディションとか、いやーダンスとかやってなかったら受けてないんじゃない、あれでしょ、あれみたいなことでしょ、あのあの見合いとかみたいなことでしょ、受けてないと思うよ。アイドル興味ないんだもん別に。確かに ABEX だったらね、ニッシーの後輩だった
LOL だっけとか、事務所行ったらいらっしゃいましたけど。友達のライブ終わって友達の婚活すごい友達だらけ、帰ってるよって今日遅くなるから先寝てていいからね気をつけて帰ってねそう、別にダンスとかやってなかったし、そうアイドルはね全然興味なかったから多分受けてないけど、そうでアイドルなんてやりたくないよって言って、そんな大手のところも蹴って、でママの、あのママのうまい話に乗せられて NGT 受けたら受かっちゃった、結局アイドルかよってなった気がする東京いるけど少し雨に降られてびっくり、え、そうなんよ、もうあれだよね、本当にもうその時もう最終審査で名前呼ばれた時に、効果音つけるとしたらもうチャンチャンっていう感じそう、うん、本当にふざけるなと思ってたあの時走って逃げていいかなって思ってた。今日涼しいね、本当にね、涼しかったさっき。まあでもさ、まあそれがあったからね、今司会とかできてるからいいんだけどね、もう、まあ、結果良かったよみたいな、結果オーライでしたって感じなんだけど、そう、そうだね、本当にそう思う、そうみんなにも会えてるしね、まあその中でこうね新たな夢ができてね、 NGT が、ああ私の知ってる人たちと同じステージに立ってるないいなって思ってたね、自分も叶いましたから、それが叶いましたからってか叶ってますから、なんてありがたい、そうだからいいですよね。そうキャンキャンにも乗るし、乗れる、すごいよね、ビスにも乗ったしキャンキャンにも乗れるし、すごいことだよ、嬉しい、そうだよ、みんなのおかげねえ、運命の糸、ここに着地すると思わなかったけどね、こんなことになると思わなかったけど、そうでもやってるうちにね、あ新たな目標が見つかるっていうのは結構いいことだと思うし、私にはすごく珍しいことだから、今の表情を見るにつけ相当恨めしく感じたんだと想像、え、ママのことってこと、ママに対してってこと、あ、じゃなくてあれか、同じステージにってやつ、あ、共演のやつ、いやもうなんでやねんだったよ本当になんでやねんだったよ、なんでやねんだし、いや私がいる時にやってよって思ってた、マジで、あのラジオとかもそうだけど、いや私の方が知ってるしみたいな、何歳から見てると思ってんねんと思って思ってたよ、何これって、って思ってました。そうだからライブ行って私も、まあ、NGT がいるところとか見て、あの物販行って、なんか もしかしたらママはそこにいたかもしれないとか思ったらいいなとか思ってとか言ってブツブツ言ってそう、お父さんこんばんは、マリありがとうございます、これは日向さんにじゃないよ、日向さんにはなんかあの普通にあの、いや私もなんかそこ出たかったですみたいなこと言ってたけど、そうなんかママの方が前から知ってるのになんか
とかはあのちょっと郵便の物販でちょっと結構つらつら言わせていただいて申し訳ございませんがって感じだった。そうだよねって言ってたありがとうありがとうと思いながら、さすが扱いが分かってる。 NGT 時代でも大人面で配信時間あったら違ったかもねとは思うけど、あの頃のママじゃないと押してないか。ああなるほどね、じゃあ良かったってことだね。それが今に繋がってるぜ、ね、そう、なんかおとむすさ詳細出てさ、ひなた、ひなたんが司会やるんだね。そんな気がしてたけど、ひなたんが司会やるんだね。ね、そうだと思ってた。ね、ラジオの収録もやるのかな。いや私はあんな大舞台は無理よ。そうそうそう。でも NGT 出ないんだって思った。そうそうそう、いつでも代打でいける、まあ、会場にはいるからきっと会場にあるかも、なんかあればいつでも何でもやりますけども。そうキャンキャンってどこのページ？え、どこのページって何ページ目とか、ちょっと分かんない。それはでも中にはいるよ。10月の23日以下に発売するやつを買ってもらえればどっかにはいます。ちょ、私もあんまよく分かんないの。そう、おたむすはステージ2カ所あって、アリーナのでっかい、あのほんとバスケとかやるようなでっかいところと、あとホールがあって、ホールはあのアリーナに行く手前の建物みたいな、手前の塔みたいなところの中にある、入ってすぐみたいなところにある。ホールね結構狭くて、どっちも立ち見だけど、立ち見なはず。なんか年によってちょっと違うけど、でも ここ数年だと多分立ち見かな。そうで、あの順番にこう出てくるって感じかな。ちょっとね被ってるところとかもあんのよ。もう場所が違うからどうしてもその人によって被ってたりとかするところもあるんだけど、まあそれはまあタイムテーブル見ていただいてっていう感じで。小さい方のステージの司会は、いやあれです、なんだっけ、それはね田中咲さんが やられるかな。もう毎年そうだよ。そう、次の10月23日じゃないの発売。ひなたんって今の拠点は関東、わかんないじゃないのかな。ママさんって2つの会場行ったことあって、それよ、おとむす毎年行ってるよ。そうだから、あのどっちに出るかだよね。どっちに出るかであれだけど、でも最後結局セッションはもうみんなあのアリーナでやるから、結局どっちにも行くみたいな感じ。来月のキャンキャン45歳マンポンさんこんばんは。今今日発売のキャンキャン電子版めくって、あ、なるほどね。そうそう、10月の23日号です。私12月号。そう、楽しみそうそう、まあおとむすの司会もね、まあ、いつかできたら嬉しいですけどね。まあでもそう、まあでもって感じですよね。そう、それでもね今こうやっていろんなイベントの司会とかやらせてもらえてるの嬉しいです。あー、地元のアンバサダーだけど地元でのお仕事少ないか寂しい。まあ確かにね、そうだろうね、忙しそうだしね普通に。ホテル取って日向ワンマンと両日楽しみ。あーいいね。そうそう、11月30日と12月1日がつながってるとかね、あの連日だからね。源五郎さんこんばんは。おとむす去年の司会
誰だったっけ全然覚えてないな。田中咲さんと中静香さん、アリーナの方は中静香さんだったのか。いつもねホールの方なんだよね、遊銀が出るのってホールの方にしか興味ないんだよね。ちょっと待ってよ、うん、そうだね、田中咲さんと中静香さんだった。お、ステンマルクさん支援隊165人目、ありがとうございます。ありがとう。キャンキャンって30歳ぐらいの女性のファッションに参考になったし、人によるんじゃないかな、好みによるんじゃない。結構綺麗めの感じだったけど。そうそう、ひなたんは出演の方でしたよ去年は。ピコさんこんばんは。歩いたら暑いか、動くとね、どうしても途中で会場から退出してまた戻ってきたらできる、できるできる、あの音も推奨できるよ全然、うちいつもそうしてるそうだから、あのタイムテーブル事前に出るから、あの事前に出るから、それ見て、見たい人目星つけてどっちでやるかっていうのを見てもらって、ホールかアリーナかっていうのを見てもらって、で時間になったら大体まあ始まって、で終わってってやると、もうだんだん結構入れ替えみたいになってるから、アリーナの方はね、まあそのアリーナの中にいればもう聞こえるしあれだから。で食べ物とかもね結構アリーナの中で売ってたりとかするの。あとはまあそのアリーナに行く前の道の道ってか、あのほらでっかいさ広場みたいなあんじゃん、あの吹き抜けになってるところ、アオーレの、そこでキッチンカーで何台もパパパパって出てたりとかするから、まあ、そっちで食べるもよし、アリーナの中で買って、後ろの方、アリーナの後ろの方がなんかテーブルみたいのが出てて、そこにこう座って食べたりとかもできるのね。そうだからそこで食べるもよしみたいな、見たかったら前行けばいいしみたいな。多分ステージのめっちゃ前はなんか協賛チケットみたいなの買った人しか入れないエリアがあって、その後ろだったら別に多分どこでも大丈夫だから、好きなところで見てもらったら大丈夫かなって感じ。運営運営かなそうそうそう、そうそうそう、そうですよ。オトムスは内側のことは分かんないですけど、お客さん側のことだったらもう何でも聞いてください。よいしょ、お茶を飲もうかな。ちょっかれた。今日はもうお風呂に入ってもうさっさと寝て、もう明日は目覚ましをかけません。私はゆったり起きて家のことやってゆっくり過ごすぞーっと。そうそうそう、基本だから入場無料だからオトムスって。そうそう、全然途中で抜けてとかだから、そのアオーレから出ても別に平気です。全然去年はマーマーファミリーと長岡駅ですれ違いましたそうだよね、そうそうそう、そういうこともありますから。楽しみ、今年もねなんか出演者の方が発表されまして、
今年なんか結構ちょっと例年と違う感じでまた面白そうだなっていうね感じですけれども、楽しみでございます。楽しみ。マッツンさんこんばんは。アタルさんこんばんは。そういつ、これは12月1日ですね。今日じゃないや、今年の、今年は、え、そう出ないの NGT。 楽しみ。そうアリーナホール A でどっちかでやりますから。そうアリーナの司会が中静香さんとひなたんで、ホールの司会が田中咲さんですね。どっちでやるかな。なんかね、あのね、バンドとかバンドスタイルとかバンドを使う人とかは結構アリーナ率が高いかな。だからギターしか使わないとかだと結構ホールの方でやることが多いかな。そうそんな感じです。あとは見たい人たちが時間が被ってないことを祈ってって感じですけれども、私は出ないよ、歌わないよ。お風呂入る前にちょこっと配信見てたけど1時間半お風呂入ってたからまだやってた。そうまだやってた。もうちょっとしたら終わろうかな。そうおっとっと、そうなんか完全に丸かぶりってことはないのよ。例えば11時から11時半でそこで2組やってるってことはないんだけど、その始まりと終わりがちょっとこうかぶってたりとかっていうことがあるから、そうなんですよ。それがちょっとって感じだけど、まあどういう感じになるかなっていう、いい感じに見れたらいいな。と思います。楽しみ。マーマの声大好き芸人からしたらアーティストしていいのにって思うけど。いや12月か。でもめっちゃ先だね。オトムスめっちゃ楽しみにしてるのにさ、もう去年から今年のオトムス楽しみにしてたの。去年のオトムスが終わってもう早く来年になれってずっと楽しみにしてたのに、まだ先だし、それが終わったらまた来年ってこと？信じられない大好きすぎるでしょ。やばいね本当に。でもさ、人がそれくらい楽しみにしてる、するイベントを作れるってマジすごいよねって思う。本当にそういうイベントを作れるのもすごいし、そのイベントの中でそういうステージにできるのもすごいと思う。出られてる方がね、顔真っ赤だけど酔ってないよ。そうだね、10月の末も楽しみが、本当に楽しみ。後半めっちゃ見れてるかも。今年前半全然行ってなかったな。サントピアとかしか行ってないっていうか、私もね出てたからサントピアは行ってないとか言ってサントピアぐらいしか会ってないかもしれないな。全然覚えてないわ。え、そんなことないかな。ちょっと記憶にないわ。夏前とか全然多分行けてないライブとか
うん、確かにね。新潟音楽フェスの密度が地方では屈指。そうだね。え、あのね、今年一個逃したのがあって、遊吟が来てるのはね、大体行くんだけど、新潟とかに来てたら大体行くんだけど、あのゴールデンウィークの水道タワーのとこでやったのは行けなかったのは予定があって行けなくて、で、なんか最初はまあいいやみたいな、サントピアもあれだったしいいやみたいになってたんだけど、なんか後から聞いたら待って行けばよかったあ、とちおも行ってるわ、とちおで行ったわ、はいはい行きましたよ、とちおで行ったりとか、かゆ、なんかそう、パパとママは行ってた、あ、そういうことね。さっき友達のライブでテキーラ飲まされたコンカフェ嬢が酔っ払ってたから、まあまあも飲んだの飲んでないよ怖いでしょ、うん、そう、そんな感じでした。そう、水道タワー聞きたかった、え、でも全然普段も歌うし、あのコーマーも歌ってた、なんなら勝利さんこんばんは。コンカフェはアルコール飲むこと多いからママに向いてなかったら誘ってこい。いやいや大丈夫、そんな謝らないでよ、なんで大丈夫だよ。そうそう、ハッピーギフトっていう曲がめっちゃ好き。こないだめっちゃ瀬戸利良かったんだよね、こないだの川口両日良かった。マサヤさんこんばんは。みんなと変わんないでしょみんなと変わんないよね。そうそうそう、あー、ハッピーギフト難しいよね。飲ませるがそう、うん、ただなんかまあ推しとかってよりかはって感じなんだけど、2日間で結構違う曲、うん、1日目何やったっけ、1日目はさ、だってもうさ、フェイトやってたじゃん、あれはもうさ、あれはもう、まあって置いといて、フェイトと4曲やったんだよね。うわー、2曲目が全然思い出せない。フェイトとなんかと手紙とチェックメイトだったんだよね。最後の1日目の最後にやった曲チェックメイトっていう曲なんだけど、あれめっちゃ良かった。なんか久しぶりになんかギターで聴いて、あーって思った、すごい良かった。ママも絶賛してたから、やっぱり見てるとこ同じだなと思って。マサヤさん小判ありがとうございます。トコトコさんこんばんは。ミュージシャンはたとえ異性でも推しとは感覚、うん、っていうかね、近すぎて、なんか存在がなんか、いやかっこいいとかってわけじゃないっていうかさ、なんていうの、そうそう、そういう存在じゃないっていうか。箱ラッシュさん HP ありがとうございます。チェックメイトいいよね。なんかね、結構ねオケでやったりすることが多くて、最近チェックメイトって、だけどこの前はね、ほんと久しぶりにギターで聴いて、なんかやっぱ全然違ったし、すごい良かった。まあ、私がね、近くにいたっていうのもあるけどね、いつも後ろの方で聴いてるからさ、あの物理的に距離が近かったっていうのもあるんだけど、何か告知は今のところはないですね。ミッチーやけるさん、なんか混ざってるって名前がそうそうそう、なんかさ、その例えば男性アイドルとかに向けるみたいな、女子がね男性アイドルとかに向けるみたいな、キャーかっこいい、惜しい、あーなんとかくんみたいな感じじゃないのよって感じじゃないの。そう、今更それはちょっと恥ずかしいかなっていう感じなんだけど、でもね、すごい良かった。うん、2日目は結構盛り上がる系が多かったかな。あのね、すごい甘い紅茶っていう曲めっちゃ好きなんだけど、それ聴けたのも良かったし、そのハッピーギフトっていう振り付きのね、こういうやつ可愛い曲、あれ好きなんですけど、
あれやってくれてよかったですね。しゅんさんこんばんは。てててててててれてててんてんてれてんてれてててれてん。ドリーマーさんバラありがとうございます。どんな毎日でも支えてくれるあなたが笑えば明るくなるから、明日も笑えるよ、間違えた、頑張れるよ、あれどっちだっけ、明日も笑えるよだっけ、明日も頑張れるよ鬼だっけ、ちょっと歌詞ぐっちゃぐちゃなんだけど、ねえねえねえ、夕日が沈む街並み、でで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 でこれさ、CD ないんだよね。でで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 でいい歌ですわ。もうなんかさ、こういうさ、なんていうの、アーティストの人たちってやっぱりさ、そういうちゃんとほら言葉をこう歌にして伝える系の歌が多いじゃん。でそういうのを聞き慣れてるから、なんか最近のその流行りのこのなんかジャカジャカ系は私あんま聞けないんだよね。もう受け付けてないっていう。配信もねしてないと思う。えてか、なんか入ってんのかもしれないけど私持ってないのよ。何に入ってたんだろう。入ってないのかな。ハッピーギフトってな、何に入ってんの。こういうの聞けばいいんだよね。いつもどうでもいい話ばっかりしちゃってさ。あなたと一緒に進もう、ハッピーギフトで全ての出会いにありがとう、ハッピーエビデンス、あ、ぶぶぶ、なんか変な、違うの、ちょっと違う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 、インスタ開かない、違う違う違うんだよな、インスタとかじゃないんだよね。どうやってやる人いんだろうね。なんて調べたら出るんだろう。トゥ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 よくわかんないんだけど。ララ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 ラタタラタタタラタン。いや出てない。ハッピーギフトって何に入ってんの、わかんない、わかんないけど、うん、結構ねああいうライブではね歌ったりとかするんですよ。ああいうなんかイベント系、自分たちのワンマンとかじゃあんま歌わんかもしれん。昔はもう歌ってなかった。いつできた曲なのかもちょっといまいちわかんなくて、なんか気づいたら歌い始めてて、自分が行ってない時にできた曲なのか、前からあったけど知らなかった曲なのかわかんないのよ。終電池袋の、こういう時東京に住んでるって思う17年あ、ゆうはちゃんのシェリー、行ってらっしゃい、ありがとう。12時までやろう。もうみーさん、やけるさんと行ってきな。もうコンカフェ連れてってもらえな。
いい曲いっぱいあんのよ。そうだし、なんかやっぱ CD とか音源で聴ける曲でもやっぱ実際聴くと全然違かったりとかするし、そうっていう感じなんですよね。本当にやっぱ生ものですからね、ライブって12時までということは1時12時でやめるよ。ゆがちゃんひまたぎ配信してるんだね。あ、そうなのね。そういうこと、あ、そういうことか。確かに。スーパービーバー最近のバンドの中だと歌物だけど、いやなんかね、そういうことじゃないんだよね別に。だからただバンドが好きとかっていうわけじゃないっていうか、なんかその有名なバンドとか興味ないの。あの人たちだからいいっていうだけで、そう、ああいう人たちだからいいっていう、昔から見てる人たちだからいいってだけで、なんかその別に歌番組とかに出てるバンドが好きかって言われたら別になんか そうでもないっていうか。ああ、そういうことか。昼間間違えて誕生日中。あ、なるほどね。そういうことね。そうそう、そういうことでございます。そうだから別になんかその最近のあの曲をもう開拓しようとかっていうことはない。ワンちゃんの配信終えたら一言でコメントし、したらもう12時でやめますね私は。私音楽こそ食わず嫌い多いかもって思うわ。食わず嫌いとか聞かないでみたいな。え、すごい、新潟駅でストリートとかしてたんだ。明日5時半起きなの忘れて、寝て本当に。うえ、なんか落ちちゃったりとかして。よいしょ。そうなんか曲は聴くけどライブ行くまででもないとかさ、そんなんばっかりだから、にわかファンっていうかにわかですよね。めっちゃ、あ、チケット取れないんだ、人気だもんね。例えば有限のルーツになったアーティストとかに興味を持ったりとかなんだ。あー、ゆずか。あんまないかも。あんまないかもね。ゆず好きだったんだよね。そう、ゆず見て多分音楽始めてるはず。だからあのゆずの夏色とかをこう歌うときにゆずがね、あの曲の中で 1,2,3,Hey! とか言うけど、あのそれ遊吟の中でもあったりするから、そういうところなんかちょっとあれしてんだろうなとか思ったりとかして、そうそう、歌い始める前にね、駐車場の猫はの前ね、あくびをしながら今日も一日を過ごしてゆく、何も変わらない。そうそう、リスペクト。そうそう、穏やかな街なのにみんな好きだって生まれ気分なのに、君は一人さえない顔をしてるね、そうだ君に見せたいものがあるんだ、大きな5時半の夜。日清もゆずきっかけなの、すごっ、すごい、ゆずってすごい。子供の頃と同じよ
の空も雲も僕らでさえも染めてゆくから、この願い長い下り坂を君を自転車の後ろに乗せて、ブレーキいっぱい握りしめて、ゆっくりゆっくり下ってく。ドゥ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 、そうそうそうとかね。そうだいつかのあの場所へ行こう。ドゥ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 、FNS でコラボしてたりして、すごいね。うん、音ひげ、はいはいはい。そうパパもね、も昔ゆず好きで、そうあのゆずのさ、あのキーなんだっけ、あのキャラクターのキーホルダーとか持ってたよパパ行ったこと、あなんか言ってたもんね、ママがゆずとかのコンサート一緒に行ったって、私が生まれる前とか、付き合ってる時かな、結婚する前の話だったっけな。そうそうそう、ゆずとかビーズとか安室ちゃんとかあゆとかのコンサート一緒に行ったことあるって言ってたから、そうそうそう、パパとママはそういうのは行ってたと思うけど、私は行ったことないかな。そう、そういえばこないだ言ってたわ。そうそう、うん、そういうデートなんじゃない。まあなんかね、もうほんとそういうの好きだったんだよね、きっと。なんかそういう音楽とか、あともうアウトドアなこと、キャンプとか、もうそういうの大好きだったんだよね、きっと。そう、パパとママはそういう感じでした。そう、毎週末キャンプ行ってみたりとかみたいな話はよく聞いてたし、そうで、まあたまにね、そういうライブとかコンサートとか行ったりとかっていうのも聞いたことあったし、そう、私はキャンプとかはマジで嫌。まあ映画ぐらいは行ってたかもしれないけど、美術館とか博物館とか絶対行ってないと思う、パパとママ。怖いもんそんな行ってたら怖いもん、そんなの。私は美術館じゃなかったらいいかも、その3つだったら。博物館とか映画とかだったらいいけど、美術館はちょっと見てられないですね。怖い怖い、なんかあの2人がそんな静かなデートとかしてたらちょっと怖いもん。なんか怖いとか、ちょっと気持ち悪いどうしちゃったの、無理しちゃってと思っちゃう。12時になった、喋り足りないけど寝よ。あーキャー豆の目さん、長野星ありがとう、みんな今日もありがとう。ギリギリみやちゃんこんばんは。今は結構後ろにいるけど、以前は前の方にいたのか。まあなんかどういうあれなのか分かんないけどね、システムなのか分かんないけど、席決まったりとかしてんのかな、あんま分かんない。そう、なんかそういうコンサートがどういう感じになってんのか知らないけど、そう、あのそこまでは分かんない。こんだけやってて喋り足りないの、さすがに会話デッキの程度多すぎるもうやばい、病気だよマジで、病気病気すぎ、喋ってないと死ぬんです多分。そう、ボイドさん深夜帯166人目ありがとう。そう、なんかね、なんかもうこれに関してはマジで私のせいっていうかな感じなんだけど、もうその絵とかの良さが分かんないの、感性がちょっと感性が追いついてなくて、私の、そう、これ見て何がおもろいんだろうかとか思っちゃうの。そう、子供なんですねまだ。そう、最近やっと風景とかが、あー素敵ってなってきたぐらいで、そう、もうそれまではずっともうディズニーディズニーみたいな感じだったから、
そうテーマパークみたいな感じだったんで許してください。そうなんかその良さが分かんないの、それを見てどうすんのっていう感じだったの、感じになっちゃうの。そうだからあのなんかジブリとかのあの原画展とかさ、そういうのは面白いと思う。あのディズニーとかの原画展とかは面白いなと思うけど、あのガチで芸術的な絵とかあるじゃん、あの 絵とも言えない絵みたいなさ、なんてなんかこうなんかちょっとデザインみたいな感じのやつとか、え伝わる？伝わるよね。そうなんかさ何かをこう描いてるとかじゃなくて、なんかこうすごいアートみたいな感じのやつとかだと、もうこれ何がおもろいんだろうかって思っちゃうみたいな。コメントもしようもないし、なんかここがこうで素敵だよねとかっていうなんかそういうあれもないしさ、そう写真展とか、うーんどういう写真かによるけど、まあ、風景の写真とか、うーんまあわかんないけど、自ら行きたいとはならないかもしれない。そうだからさ何、まあだから好みにもよるよそれは。私はなんかそういうジブリとかディズニーとかそういうアニメとかすごい好きだから、キャラクターものとかすごい好きだから、なんかそういうのがどういう風に書かれてるとか元はどうだったとかそういうのはうわーって思うけど、あ元々こんなんだったんだとか、なんかこういう顔になる可能性もあったんだとかいろいろこう思うところもあるけど、まあ、基本的に多分興味ないんだろうね別に。そういうこと以外に興味を持つことがないから、そういうのを見ても何も思わないんだよね。だから別に逆にそういうキャラクターものとか全く興味なくて、そういう風景とかなんかそういうねあのアートとかを見てこう何か思うことがある人はそっちの方がいいと思うし、そう私はそういう趣味なだけっていう感じ。ただまあ私をそういうところに連れてってもまあ楽しそうにはしてないかなっていう感じだと思うけど。そう謎な球体置いてて子供の笑顔みたいって書いてて、それを作者の気持ちになって考えると面白いと思って、ああなるほどね。そうだからほらこう視点がちゃんとできてる人ってこういう見方ができるんだよ。私って何言ってんだろうかぐらいで終わっちゃうから、あの失礼だよね。もうあのそっちにも失礼。本当にそうそうそう、私みたいなやつが見るものじゃないというか見ていいものじゃないって思っちゃう。そうそうそうっていう感じよね。そういう感じでございます。興味の対象がね、私もう範囲がめちゃくちゃに狭いから、そうしかもほら興味なかったものを見てみようとかっていう気にもならないの。やすさんこんばんは。なんか今まで見たことないけどそんなにいいって言うんだったらちょっと見てみようかなとかっていうのもないのね。別に自分がいいと思わなかったら流行ってるけどまあいっかみたいな感じなの。だからもうそれがやばいんだよね。多趣味とは無縁の人生だと思う私って本当に。そうまあでも MBTI ね探検家だけど、あれでもそういう意味の探検家じゃないと思うんだよね多分。冒険家かな多分。そうでも多分そういう意味じゃない気がする。あれだって意味わかんないのいるじゃん。なんかに貪欲になるの案外30からだ。ああね、そうだからこれからそうなっていくかもしれないし、ただ現時点ではそういうことにはならなくてっていう感じ。
そうだから音楽とかそういう芸術とかも別に今自分が好き好んで見たり聞いたりするものだけでいいみたいな感じなの。そうだから多趣味多趣味だったりとかいろんなことに挑戦してみようって思える人って素敵だなって思うかも。だからさ、その自分にない一面を持ってる人ってやっぱ惹かれるよね。物理的にというか感情的には冒険家な気がする。ああなるほどそう ISFP ちゃん、私人間でめちゃくちゃ多いらしいじゃん ISSPISFP ってあーアイドルとかにね興味持つと思ってなかったとかね。元カノの成分でできてるって、あー確かに女の、元カレ、そっか影響を受けるほどの人だったらね、あれだよね。そうそうそう、多趣味すぎて時間ないって人すごいなと思う本当に。だからそういう人がその時間ない中時間作って自分に会いに来てくれるとかってなったらもう沼だよね。そういう人って分かっててもともと、そういろんなことにこうなんていうの、いろんなことをやってみようっていうタイプの人で基本的に時間ないんだろうなっていうのを分かってるけど、そうでも会いたいなって思った時にそれで自分に会いに来てくれるとかなったらえーってなっちゃうじゃん。やっぱりアイドル沼から抜け出せたおめでとうたしみすぎて結婚を考えた時に整理し始めたけど失敗してしっちゃいあのあれねあるよね。普通にさリアルな片付けとかでもさ、片付けようって思って片付け始めるんだけど、こういろいろさ整理してたつもりだったのに、なんか気づいたら始める前より散らかっちゃってたみたいなねいやおかしいだろ開拓の方向が30になったら時間ないけどあんこ食べてみようとかなんか絶対ならん絶対ならんよ。めっちゃおもろい。そこなんだ最初。ああ興味持ってとことんのめり込むのに急に冷める。うんそれもいいことだと思うよ。別にお金が届くか続けられない、まあでもそれはそうだよね本当にそう思う。まあね趣味とかもねお金かかりますからね。なんだかんだ冷めないのは可愛い子に対する熱だけ。素晴らしい素晴らしいです。ずっと好きでいてねよろしくあんこもしかして美味しいかもとか思うか、思うんかな、わかんない。なんかさもっともっと年を重ねたら思うかもしれないよ。急に誰もコメントしなくなるのちょっとやめてよ恥ずかしいじゃん。オタに対してお金を溶かすのが快楽だと思わせたら閉めた。いやそれはやばい。ああ30を超えたらあんこ美味しく感じられる。だからさやっぱねその味覚の変化とかももしかしたらあるかもしれないからね。まーちゃんの言葉真に受けてコメント忘れてやってるの真に受けていいんだよ冗談とかじゃないんだから。
まあまあみたいな友達感覚で付き合える子なら推しって言っても何でも、ああなるほどね。ああ海産物、確かに確かに。まあいろいろね、食べられるようになるものとかももしかしたらあるかもしれないからね。そう、そう思います。もう12時めっちゃ過ぎてるじゃん。はい、寝ようね。もう私もドライアイになってきたし、もう目がショブ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 しちゃって。明日は目覚ましをかけないで何時に起きるんでしょうか。起きたらおはようって言おう何時でも起きたらおはようって言おうかな。ポストするから、私が何時に起きたかみんなチェックして。いや来たばっかりじゃないよ、めっちゃ見てたよね。うん、そう、起きたらおはようってポストするから。わかんないよ、逆にめっちゃ早朝かもしれない、8時とかに目覚めてるかもしれないからわかんないけど、そう、今起きたばっかりはおはようだわ。うん、そうそう、あのポスト、アンコールじゃないのよ、アンコールじゃないの。そう、これからお風呂入って寝るから、まあ1時とか2時とかだと思うけど寝るの。そうだから、それから何時に寝たかっていう、あ、何時に寝たかじゃない、何時起きたかっていうのをちょっとね、あのポストしますので、皆さんよかったら一応ちゃんとおばあちゃんのポストを通知つけてるから、あ、嬉しい、マブダチだね。ゆまちゃんルームタワーやばかったから逃げて、あ、なるほどね、イベント中なんだもんね、しかもね。とりあえず一旦寝ます。みんなゆっくり休んでね、3連休だしね。お仕事の方もいると思いますけどもね、あの3連休の方は楽しみましょう。誰か間違ってこっちへ投げ、いや今投げられても今投げられても困るんよ、困るというかびっくりしちゃうから、やめてやめて。じゃあみんなおやすみ、遅くまでありがとう、また明日ね、おやすみ。マツさんお疲れ、ありがとう。ドリーマーさんハートありがとう。